する極東情勢、日本台湾で同時大規模演習始まる。台湾では9月13日より、日本では9月15日より大規模演習が始まりました。我々が普段接している軍事外交情勢ではあまり報道しませんが、極東の軍事情勢は緊迫してきています。自衛隊は全部隊参加の演習は実に31年ぶりとなります。台湾軍もより実戦に近い演習を目指しており、政府要人の拉致暗殺阻止演習まで入っています。今回は自衛隊の大演習の内容、台湾軍の大演習の内容についての動画となります。陸自の演習は九州への部隊の機動演習であり、11月下旬まで続き、陸上自衛隊の全部隊が参加し、参加兵力は10万名となる予定です。北海道、東北、四国などの部隊を九州に機動展開する訓練となります。車両は2万両、航空機は120機が参加予定です。部隊の機動展開となりますので、空自の輸送航空隊、海自の輸送部隊や民間のフェリーなども参加すると思われます。機動展開した部隊は九州の演習場などで戦闘演習を行う予定です。陸自は有事の際、まず日本各地の師団や旅団に所属する即応機動連隊を陸路または空路で第一陣として投入します。即応機動連隊は連隊がすべて装甲化、機動化されており、すべての車両が輸送機に搭載可能で、機動展開能力を高めた部隊です。即応機動連隊は一つの連隊の中に普通化、野戦特化、高射特化、機甲化の部隊が平時から組み込まれている諸兵科連合の連隊となります。通常諸兵科連合部隊は平時では旅団または師団編成となります。迅速かつ必要な部隊を戦闘団として送り込むために、平時からこのような編成になった連隊です。それまでは有事で戦闘が想定される場合、普通科連隊に野戦特化から一科中隊、高射特化から一個小隊、戦車大隊から一科中隊を抽出して普通科連隊に9号して連隊戦闘団を編成するという臨時編成部隊で、戦闘団と呼ばれていました。例えば第1普通科連隊に野戦特化、高射特化の一部、戦車大隊の一部が派遣されると第1連隊戦闘団となるわけです。それが陸上自衛隊の即応機動構想により、駐屯地がバラバラなのに命令が下ってから編成しては時間がかかる。ということで、平時編成で戦闘団形式となったのが、即応機動連隊です。北部方面隊の旭川第2師団、帯広第5旅団、真駒内第11旅団、東北方面隊の東根第6師団、東部方面隊の新東第12旅団、中部方面隊の善通寺第14旅団、西部方面隊の熊本第8旅団に所属する複数の普通科連隊の中の1個連隊が即応機動連隊に改編される予定で、第2師団、第5旅団、第12旅団を除く他の旅団または師団の改編は完了しております。今回の機動演習では即応機動連隊が素早く移動した後、即応機動連隊以外の部隊が移動します。この場合は戦車や自走砲、牽引砲などの重装備も展開しますので、時間もかかりますし、重量物を輸送する手段が必要となります。重量物ですので主に艦船となります。おそらくこの第2波部隊とともに後方支援部隊と補給品も一緒に移動すると思われます。他にも方面隊直轄の特化団、連隊、戦車連隊、大隊、施設団、軍通信団、交代なども機動演習に参加するものと思われます。一方の台湾はより実戦に即した大規模演習を計画しており、9月17日まで実施されました。防空識別圏エイディズ内へ侵入した航空機の迎撃や弾道弾の迎撃を想定した演習、航空基地が破壊された際に戦闘機が一般道を使って離着陸を行う演習、海軍の地対艦ミサイル部隊が水上艦艇を攻撃する演習なども行われました。他にも、
着上陸を目論んで進行した中共軍を海岸で迎え撃つ着上陸阻止演習、水際防御や政府要人の拉致、暗殺阻止など非常に実践的な演習となっています。陸海空の予備役も一部動員され、仮想敵は中華人民共和国軍としております。台湾軍、正式名称中華民国軍は、常備兵力として陸軍20万名、海軍4万5千名、空軍5万5千名の30万兵力を要しており、常備兵力25万弱の自衛隊より、一回り大きな兵力を常備しています。予備役は165万人とされており、徴兵制は廃止されましたが、19歳以上の男子には4ヶ月間の軍事訓練が義務付けられています。予備役に関しては自衛隊の25倍以上です。自衛隊は陸海合わせて、即応予備自衛官、予備自衛官、予備自衛官補合計で6万強です。今回は一部の予備役にも動員がかかっており、予備役も参加した実戦に近い状況を想定した演習となります。この演習では米国から導入された最新装備も参加する予定です。新兵器運用に問題がないかこの演習で評価されるのでしょうね。台湾軍はトランプ政権時代に M1 エイブラムス戦車、パトリオットパック3、F-16V、潜水艦用の魚雷などが売却承認されています。バイデン政権になっても、M109A6 自走砲40両や支援車両、野戦砲兵戦術情報システムの売却が承認されていますが、こちらは今年承認されたばかりで、まだ装備が届いていません。今回、台湾軍の演習には政府の要人拉致、暗殺阻止の演習が入っておりますが、この演習には首都近郊の陸軍部隊や憲兵隊、それに陸軍の特殊部隊が参加しているようです。台湾陸軍には2つの特殊部隊があり、1つは対テロ部隊である航空特殊勤務中隊であり、もう1つがフロッグマン部隊である第101両政偵察大隊となります。要人拉致、暗殺阻止演習に参加するのは対テロ部隊としての訓練を受けている航空特殊勤務中隊となります。この部隊は防弾マスクをつけた黒装束の部隊として有名です。要人拉致、暗殺はテロ行為となりますので、この部隊が主となって要人の身辺警護に当たると思われます。そしてその周囲を、憲兵隊や首都に駐留の陸軍部隊が固めます。フロッグマン部隊は普通の国は海軍に所属するのでしょうが、台湾軍の場合は陸軍にもあります。この第101両政偵察大隊は海流下兵とも呼ばれ、1950年代から70年代初頭まで、アメリカ政府黙認のもと、大陸に隠密裏に侵入して偵察、破壊活動を行っていたとされています。最前線の金門島に本部を置いており、金門島、馬祖島、澎湖諸島の3カ所に分散配置されています。台湾と中共の戦いになった際に、最初に攻撃、侵攻を受けるであろう、当初に集中配備されており、当初防衛の中でも重要施設などの防衛に当たる精鋭部隊です。台湾軍は中共侵攻時の戦術としては水際防御を基本としています。台湾島は奥行きがあまりなく、内陸部に誘引しての包囲撃滅には向かない地理だからです。そのため、有事の際は165万という膨大な数の予備役が動員され、水際に防衛線を展開します。台湾軍は陸軍も、多くは掩体を持っており、装備類をその中に格納しております。有事の際は兵員もその中で待機することでしょう。奇襲攻撃や着上陸前の砲爆撃で、兵や装備をできるだけ失わないように想定しているのです。攻撃をしのいだ後、敵が海岸線に近づくのを待って、掩体から出て迎撃します。台湾陸軍は装備が古く、戦車や砲などは1960年代や70年代のものがまだ主力です。1972年の米中国交正常化で、アメリカが兵器を売らなくなったからです。欧州も米国に歩調を合わせて売却をためらっていますし、当然ながら中共は妨害します。オランダなどは潜水艦を輸出しましたが、中共の妨害で2隻輸出したところでストップしてしまい、しかもオランダの潜水艦で使うドイツ製の魚雷を、ドイツが輸出を拒否して、
潜水艦はあるのに魚雷がないという悲惨なことも起きておりました。自力開発した兵器は更新が行われていますが、自力開発できていない戦車、重砲などは、M60 などが主力となり、トランプ政権で輸出が承認された M1 最新型に比べれば、性能的には大きな開きがあります。これは歴代の各国政権が、中共に忖度して輸出を許可しなかったためです。航空機や対空ミサイルはたまに輸出を許可してきましたが、陸上装備はほとんど許可されませんでした。台湾もおそらく、限られた輸出枠で、航空機や対空ミサイルを優先したのでしょう。台湾軍は約1000両の戦車を有しますが、輸出が許可された M1 は108両で、M1 で108両が更新されても、残り9割は旧式装備となります。水際で着上陸を目論む敵に対しては重砲などの砲兵やミサイル部隊が射撃を加えた後に、機構戦力でとどめを刺すという方法が最も効果的でしょうが、旧式の戦車では歩兵や軽装甲車両が持つ対戦車ミサイルで撃破される可能性が高く、早期の更新が重要です。日本の人丸式を売却してあげてはいかがでしょうかね。台湾は喜ぶと思います。軽いのに、重装甲で、ネットワーク化もできている世界トップクラスの主力戦車です。ついでに中距離多目的誘導弾も輸出してあげれば、水際防御で際立った働きをすると思います。しかし、日本ではあまり危機感を煽るような報道はありませんが、中共内では第二次文革が始まったと知れており、不動産バブルの崩壊、20% を超える失業率など、中共が暴発する要素が高まっています。台湾に対する日々の威嚇や嫌がらせも、国内の不満を外に向けさせる手段なのかもしれません。気は抜けません。日本もしっかりと日本を守れる政府を選択しないと、有事になった時に本当にやばい気がします。自衛隊は優秀ですが、政府が無能だと、大切な国民の命が失われます。アフガン危機ではそれが、悪い意味で証明されました。これを教訓に立て直しを図らないとなりません。それと日本は予備兵力があまりに少ないのですけど、これ皆様はどう思われますか？陸に上がってこられたらもう終わりだから、陸の予備兵力はあっても無駄だと思われますか？それとも陸に上がってこられても、予備兵力があれば、現役の陸自部隊を補完して、最後まで抵抗できるから、必要だと思われますか？難しい問題でしょうが、一度真剣に考えてみていただきたいです。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。